羽田空港に来ました。今からインドに行きます。羽田からデリーに来て、デリーからゴアに行く飛行機に乗っていますが、飛行機が飛べません。もう1時間半ぐらい機内で待ってます。飛行機が飛ばないので、みんなちょっと立ち上がってます。パスポートを更新して新しいパスポートにしました。10年ぶりに更新したので、パスポートの中のページとかも変わってて、すごい面白いなと思います。こんな感じで普段いろいろ乗り換えもあるんですけど、海外でこう乗り換えがあるときは結構こういうことはよくあります。荷物が出てこなかったりします。こういうときは何をすればいい？ iPad でドラマ見たりとか、試合の映像見たりとかして準備してるんですけど、日本ってもう今夜中だから目がカサカサ目がパンの来たー、やっと飛びそうです。ありがとう。ゴアに向かいます。ゴアに着きました。わーい長い旅でした。無事にインドに着きました。夜中の3時半に到着しました。今から練習に行きます。インド、バスがぶつかりました。え、どこ？うわ、タイヤの、タイヤが破損しました。あらあら、へこみました。バスが会場に練習に行く途中なんですけど、バスがぶつかって、おーおーおー、揺れてます。うわうわ、その人がめっちゃ怒ってます。牛みたいな、なんか背中が出てる牛が歩いてる。すごい。インドでの試合が終わったので今から日本に帰ります。残念ながら今回は1回戦で負けてしまいました。今回の試合は5ゲームマッチといって3ゲーム取った方が勝ちなんですけど、その中でスタートダッシュがあまりうまくいかずに、全体的にこうずっと押された展開でのプレーが続いてしまったので、すごく残念だなと思います。今回終わってまた3日間日本に帰って、その後今週シンガポールスマッシュという一番格付けの高い試合が待っているので、日本に帰ってしっかりと調整をして、シンガポールスマッシュ、来週のシンガポールスマッシュでいいプレーができるように頑張りたいと思います。Josh out.
pursuing job. This is the silent assassin, quietly. Okay, 帰ります。Bye-bye. Chinese Taipei team, Albert O, our umpire for the match. Speaking of O, oh, look at that. You can find some high quality photos.こんなたくさんのファンが集まってどうですか？最初さ、誰もいないかと思って心配な人いなかったらどうしようと思ったけどね、たくさん待ってくれて、すごい人がね、よかった、うん、ありがとうございました。かすみんチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、石川かすみです。インド、シンガポールと2大会海外遠征にて無事日本に帰ってきました。すごく良かったなって思うプレーと、もうちょっとできたかなっていうプレー、どちらもあるんですけれど、まあ、次に向けて課題も見つかったので、しっかり練習をして、また次の、4月は中国マカオですねの大会に向けてしっかり調整したいと思います。ありがとうございました。メイク道具たくさん、セルフ、チャンネル登録、グッドボタン、高評価待ってます。